¿Asamos no? Yo voy yo. やっぱり大手の人たちも、
この日は動画撮るチークで、この日は編集だけとか、そういうのも考えていきたいな。これさ、ずっと1本動画を撮って、1本動画を作って、で、その日のうちに出すっていうやり方をすればいいけど、それだと、大事な日とかに、動画が撮れないから、そう、毎日投稿だと。大事な日にもあげられないし、そう。間に合わないって言う時もあるから。そうそうそう。今回から先月この動画から1日3本は撮るようにします。頑張って。はい。だから流星君にもこの何本かは出演してもらおうと。出演してもらおうと。でも出演しすぎ問題よとかちょっとなくしたいかな。まあこれそれ両方のチャンネルで入れることだけど、まあね、メンバーじゃないか。そう、メンバーだったら別にいいんだけど、メンバーなんだ関係ないんで。そう、こうやって出演しすぎ問題があるからメンバーだと思われるよね。そう、まあ確かに俺たちのこの2人がメンバーなチャンネルもあるけど、そう、2人で運営してるチャンネルもあるけど、うん、あ、そのチャンネルも買ってきます。見て、この結び方俺好きなんだけどさこの結び方好きなんだけどさ、後で写真差し込んでくださいあの短すぎてできない問題があるから。じゃああれか、バンジョーとかの編み込みとかも、うん、結構好きなの。そう、結構さ、この結び方にしたいんだけど、なんかキョンちゃんに近づこうと思って一回この切るときにキョンちゃんの動画画像を見せて、うん、これにしてくださいって言って切ってもらって、うん、でそっからもうなんか短い方が好きになっちゃって、うん、でもこれもしたいから、うん、長い方がいいみたいな。俺さ、うん、なんでキョンちゃんって言っちゃったんだ。キョンちゃんのことを、うん、キョン様って呼ぼうとしてるの。キョン様、キョン様、キョン様って呼ばせていただきます。で、それツイッターで言ったんだよ。リプ返しますの時に、キョンちゃん、キョン様って呼んでいいですか。なぜ？恥ずかしい、なんか恥ずかしいね、それって。で、オッケーはもらってないけど、オッケーはもらってないけど、キョン様って呼ぶ。確かに。いいよって言うまでもしくはこれ以降。そう、ちなみにクマちゃんはクマちゃんだよクマちゃんだよ、クマちゃんだよ、どうもクマちゃんだよ。何いや、レイジなんだけど、エレイジです。エレイジです。あ、こっちか。エレイジです。エレイジさんといえばおいおいおい。さっきから俺の行動見てくれれば分かると思うんですけど、ここも草むらいっぱいじゃん。金刺されてすっげえかゆいじゃん。あ、そう、さっき言った桜木エンジェルと短パン少女の URL と参考にさせてもらってる方のチャンネルとはチャンネルと俺公式 LINE 作ったんで、公式 LINE の URL と神のそばの店のチャンネルの URL は取ってます。じゃあこんな感じで、そんな感じです。あと他の最新情報とかも下に載ってます。いただきます。はい。あと、ユーサイクの方で、コラボさせてもらった、はい、下の動画は、下に貼ってます。多分、コメント欄にも出現すると思うんでよろしくお願いします。はい、あと、もういいです。なんだな。多分、書くか書かないかわかんないけど、多分、いると思う。多分、固定しとくから。うん。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、チャオ。アデュー。みんなにさ、神のそばの水にチャンネル、神のそばの水にチャンネルって言ってるからさ、ゴッドなくそうかなと思ってるんだけど。まあね、じゃあ神の水にゴッドチャンネル。まあ、神のそばの水にチャンネルでもいいんだけど、次に呼んで。あれ、流星くんのハッシュタグあるでしょ。俺が勝手にくっつかってるだけだけど、うん、ハッシュタグ朝日流星とか、うん、神サバミと神サバミとでいい。そう、ハッシュタグ神サバミと神のサバの店にカッコゴッドチャンネルっていう書こうとしたんだけど、そのハッシュタグにカッコが反応しなかったから、だから神サバミとハッシュタグ神サバミと。で、なんか企画中の時には、うん、企画中のそのツイッターを
にあげた写真だけで、なんか鬼ごっこみたいな時には、うん、神定めと企画みたいな、企画中みたいな、ハッシュタグになったの。神定めと企画中っていう。うん